はい、おはようございます。ラスカルでございます。本日はですね、このね背景見てわかる方も結構多いとは思うんですけれども、僕の動画では久しぶりでございます。群馬県の前橋にございます AQ庵さんに久しぶりに訪れております。 AQ庵さんといえばね、まあ、大食いの方もたくさん来ておりまして、デカ盛りとかチャレンジメニューとかねたくさんあるんですが、今回はですね、以前ゾウくんがチャレンジしておりました唐揚げが揚げる前で1キロのお肉で、ポテトが1キロと合計2キロ前後のおけ盛りのね唐揚げポテトセットを制限時間10分で食べきるというチャレンジがありまして、今回はねそちらの方に挑んでいきたいと思います。確かねゾウくんでも10分17秒とかでちょっとねオーバーしてるっていう、挑む前から難易度が高すぎるってことが分かってるチャレンジなんですけど、クリアできるかは分かりませんが、ガチでね挑んでいこうと思います。でもう僕がねこちらの AQ庵さんに来たのは1年以上ぶりなんですけど、この1年でですねとんでもない数のサインに増え上がっております。でもうとにかくですねマックスさんとあとゾウくんか来すぎなのよね。こっちほぼそう2人で、ここにちょこっとだけゆりもりさんっていうでもうすでにですね唐揚げとポテトのセットは、作っていただいている最中でございますので、到着するまでもう少々お待ちしたいと思います。ということでですね、ただいまメニューが到着いたしました、こちらでですね合計です2キロ前後の唐揚げとポテトの山でございます。10分という制限時間ですので、久々にね全力で挑もうと思っております。その分ですね若干というか相当手で食べたりとか結構ね水分を取ったりして閲覧注意の映像になるかもしれませんので、そのあたりはですね事前にご了承いただきまして今回の動画ご視聴いただければと思います。あとあれだ、早食いは良くないからみんな真似しないでねよっしゃ、いつでも大丈夫です。はい、元気ですか？元気です行くぞ。いやこれ久々だなこの感じ3、2、1、スタッチ。はい、どうぞ。じゃあいただきます。熱っ。
あ、冷たペロリンちゃん、ごめんなさい。一応僕の手元は今1分29でお店さんが1分31秒だったので、まあ、ちょっと僕がもたついたのとお店さんの、ね、ご好意の早めのタイムと合わせて切りよく残り1分半で、結果的にはね8分30秒という結果で完食させていただきました。ズタズタ、うわあごいったすごいですよ。もう皆さん今回のね料理はもう完全に出来たてなので、唐揚げももう噛んだ瞬間もう肉汁激アツですし、ほぼ油の温度、揚げた油の温度みたいな激アツなね肉汁と揚げたてのサクサクのポテトと、いやこのチャレンジはやばいですね。こちらの駅員さんにもちろん常連さんにもね、いっぱい食べられるお客様いらっしゃるんですよ。今日もねいつもよく来てくださるお客様がですね僕の横にいらっしゃって、そちらの方もね結構デカ盛りとか食べられたりするんですけど、その方もめっちゃ早いですよ食うので。500の1キロバージョンを食べた時でも9分20秒、だからこれ想定の倍以上はねやばいチャレンジでございます。本当に2キロと侮ることなかれ、僕もう顎ぶっ壊れそうなんで今すごく難易度の高いチャレンジメニューですので、もしね仮にこの動画を見てチャレンジしたいなって方がいらっしゃれば、一発目から2キロはね結構きついと思いますんで、ぜひ、ね、1キロから挑戦してみてもらって、いけそうであればね2キロ挑戦してみてください。またねその他にもですね、まあおけ盛りうどんだったりとかデカ盛りとかいろんなねご飯もの丼もの系のメニューを販売してますんで、ぜひねデカ盛り以外にも美味しいこの食べ物を食べに来てください。ただいまですねご好意でデザートにということで、メロンいただきました。ちょっといただきます。おいしい、
ど、なんか久々に来たらめちゃくちゃメニュー増えてる気がする。そうか、みんなが無茶振りするから勝手に増えていくんだ大食いの人たちが。あれできますか、あれできますかで、基本的にあの大食いの選手が食べてるものに関してはみんながお願いして作っていただいてるものなので、既存のメニューではおそらくありません。ただですね、まあその日にその材料があったりとかしたら作れる場合もありますんで、いろんな選手の動画のやつを見てこれ食べたいなと思ってくれたら、店の方にお話いただけたら出てくる可能性もございます。ちょっと日本語今おかしいな、お腹いっぱいでね、ごめんねということで改めてですね、ただいまデザートでいただいたメロンも完食させていただきました。ごちそうさまでした。まあ、ということでですね、先ほどねエンディングのつもりで話した後にご飯ができたので、もうエンディング取ることはございませんぜひね皆さんも気になってくださったらこの AQ1 さんね食べに来てください。またね、本日の動画が面白いなと思ってくださった皆様はぜひねコメント欄にコメントと、いいねボタン押していただけたら、嬉しいです嬉しいです。はい、それでは次の動画でお会いしましょう。じゃあね。